リチャード・ジャクリーン・マーシャルは、アメリカ陸軍の軍人、最終階級は少々。主として、受品部門を歩み、第一次世界大戦中は、第一不評師団に属して戦い、第二次世界大戦では、太平洋戦線で活躍。フィリピン時代からダグラス・マッカーサー陸軍元帥の、爆僚、いわゆる、バターンギャングの一人として付き従い、戦争終結後の日本における、 占領行政にも短期間ながら関わった。リチャード・ジャクリーン・マーシャルは1895年6月16日、バージニア州、ホークワイヤー軍マークハムに、父、マリオン、ルイス・マーシャルと、母、レベッカ・コーク・マーシャルの子として生まれる。母方の祖父であるリチャード・コーク・マーシャルは、第四代連邦最高裁判所長官を務めた、ジョン・マーシャルの孫で、 南北戦争では南軍に大佐として従軍した経験を有していた。また、アメリカ陸軍参謀総長、国務長官及び国防長官を歴任したジョージ・マーシャル元帥は遠赤にあたる。弟には中部太平洋戦線で活躍したサンジュリアン・ラベネル、マーシャル海兵巡将がいる。成長したマーシャルは1907年から1911年までの間は、 ノーホークのノーホークアカデミーで学んだ。1911年、マーシャルはバージニア州歴シントンのバージニア軍学校に入学し、1915年に56名中8番目の成績を持って電気工学の理学志望を収めた上で卒業した。卒業後はメリーランド州ボルチモアにある電力会社に就職し、副技師として勤務することとなる。 ボルチモアでの勤務の一方でマーシャルは周辺に志願し、第4メリーランド師団に席を置く。翌1916年6月18日、師団はアメリカとメキシコの間での国境紛争に出動することとなり、マーシャルは中尉に任官して大替付副官の任務を与えられた。ついで1916年8月、マーシャルはテキサス州イーグルパスにて、 正規軍への編入手続きが行われ、11月には改めて野戦砲兵隊の将尉に位置づけられる。1917年3月には、フォートブリスチュートンの第8野戦砲兵隊に配属された。1917年4月、アメリカは第一次世界大戦に参戦。正規軍の規模も拡大され、マーシャルのいる第8野戦砲兵隊もオクラホマ州、フォートシルにトン所が移り、 同時の第14野戦砲兵隊と合同する。5月に入り、マーシャルはアリゾナ州ダグラスに駐屯していた正規軍の中でも古参の第6野戦砲兵隊に移り、ここで第1不評師団に組み込まれてアメリカ軍ヨーロッパ派遣部隊のヨーロッパ戦線への進出に備えることとなった。この時、第1不評師団にはリチャード・サザランドがおり、以降親しくなる。 ジョン・パーシング大将式のもと、ヨーロッパ戦線に進出した派遣部隊と共に、マーシャルも大西洋を渡り、ソワソンの戦い、サン・ミシェルの戦い及びミューズ・アルゴンヌ戦線と転戦するが、1918年11月1日にドイツ軍の砲撃を受けて負傷し、1919年3月までフランスの陸軍病院で療養することとなったが、その間、負傷から10日後に、 対戦は終結。マーシャルは大佐に戦時昇進し、第六野戦砲兵隊の司令官となった。アメリカに戻ったマーシャルはアメリカ陸軍受品課に配属される。受品課でのマーシャルはコロラド州デンバーにフィッツシモンズ病院を建設し、1924年にはジョージア州のホートベニングに勤務。1926年には受品学校に入学し、 1927年に卒業してニュージャージー州のフォートモンバスに移った。1929年、マーシャルはフィリピンに派遣され、スービックワン防衛部隊の受品担当となった。コレヒドール島のフォートミルズに今日構え、西部からのマリンタトンネルの掘削工事を担当した。このトンネルは日本軍のフィリピン攻撃の際、マッカーサーの指揮所として活用された。 フィリピンでの任期を終えて1932年にアメリカ本国に戻り、カンザス州法とレブンワースのアメリカ陸軍式幕僚大学とワシントン DC の陸軍産業大学での受講期間を1935年に終えた後、第1軍勤務を経て1936年にはアメリカ陸軍大学校勤務となる。その後は水上輸送部隊の監督も務めた。 マーシャルはこの戦艦期にネルビー・ムターと結婚する。二人の子を設けたが、リチャード・ J ・マーシャル・ジュニアは、第二次世界大戦中の1943年2月2日に、亡くなった。ハリエット・マーシャルは、バターン氏の後進の生き残りの一人である、ジョン・ E ・ー・オルソンと結婚した。しかし、ネルとは1934年と死別し、1935年12月28日に、 アラバマ州モンゴメリーでイザベル・クラムと再婚する。イザベルは小持ちであり、義理の娘ドロシーと義理の息子、ケネス・ロスコー・ラムスを家族に迎え入れたが、ラムスは1943年3月28日に死去した。1939年、マーシャルはマッカーサーの要請により、再びフィリピンに赴く。マッカーサーの要請をマーシャルに伝えたのは、 旧地のサザランドであり、マーシャル自身も最初のフィリピン時代にマッカーサーとは少なからず顔を合わせていた。第二次世界大戦が勃発した9月にマニラに着任したマーシャルは受品部門担当の他フィリピン軍幹部の要請も担当した。当時、マッカーサーの参謀長を務めていたのは、後の大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーであったが1939年末に帰国し、 その後任にサザランドが就任すると幕僚部次席となる。1941年7月にアメリカ局東陸軍が創設されると参謀次長となり、司令官マッカーサー、参謀長、サザランド、参謀次長、マーシャルという、この組み合わせは後年の日本占領時代初期まで崩れることはなかった。10月には一時的に大佐に昇進し、また、 世界情勢の緊迫化に伴って家族を帰国させた。1941年12月8日の真珠湾攻撃の後、マーシャルは順調に昇進し、引き続き参謀を辞長の任に当たる。開戦直後から日本軍は空に陸に極東陸軍を圧迫し、マニラは風前の明かりとなった。これより先、マッカーサーはマニラを無防備都市とした上で、 極東陸軍をバターン半島とコレヒドール島にこもらせる計画を立て、マニュエル・ケソンのフィリピンコモンウェルスもコレヒドール島に移転することとなった。12月24日には退去は完了し、12月26日にはマニラの無防備都市宣言が出された。マーシャルは連絡と輸送作業の特選のため、日本軍が文字通りしこの間に迫った1942年1月1日まで、 マニラに残留の後コレヒドール島に脱出。マーシャルの特選の甲斐あってマニラの主だった交通機関はバターン半島への味方部隊の輸送に全力を挙げることができた。1月5日にはマリベレスに軍司令部を建設。バターン半島にこもる極東陸軍とフィリピン軍が日本軍の攻勢を完全に止めるほど大前線していたものの、 次第に、余力も突き果てていった。マッカーサーは、英雄的抵抗に機援を上げ、指揮下部隊と共に運命を共にするつもりでいたが、度重なるワシントンからの指示などもあり、オーストラリアへの脱出を決心する。脱出は、ジョンディ・バルクリー海軍中尉が指揮する、魚雷艇隊が使用され、マッカーサーとジーン夫人、息子のアーサー、サザランドラが PT-41 に、 マーシャルは PT-34 にフランシス・ W ・ロックウェル海軍少将らと共に乗り込み3月11日夜にコレヒドール島を脱出した。一行は2日後にミンダナオ島に到達して航空機に乗り換え3月17日にオーストラリアのダーウィンに到着した。ダーウィンから先の移動は寺院が航空機での移動に気がめいっていたため列車が使用されることとなり またマーシャルはフィリピンへの帰還のための兵力と物資の見積もりのために先行した。アデレードに到着後、マーシャルはマッカーサーの特別列車を待ち受け、今の時点ではフィリピン奪還のための十分な兵力がないことを伝えた。この光景は1977年公開の映画マッカーサーでも再現された。1942年4月18日、 マッカーサーを最高司令官とする南西太平洋方面軍が創設され、サザランドやマーシャルらマッカーサーのフィリピン脱出に同行した、いわゆるバターンギャングの面々がそのまま、方面軍の幕僚にコレヒドール島時代の地位のまま収まった。マッカーサーはこの後、ニューギニアの戦いを経て、フィリピン機関を達成するが、その間マーシャルは一貫して、従前のように、 参謀次長の地位を占め、参謀長のサザランドが所要で不在の時は、参謀長代理として、軍ナンバー2の仕事に就いた。フィリピン奪還が概ね終わった1945年4月3日付で、マッカーサーは、太平洋戦線の全陸軍部隊の総司令官に就任したが、ナンバー2にサザランド、ナンバー3にマーシャルという顔つきに変化はなかった。 1945年8月15日に日本が降伏し、9月2日に戦艦水売ー艦上で降伏文書調印式が行われ、マーシャルも出席した。調印式は午前中であったが、午後に入り、マーシャルは横浜税関の連合国軍最高司令部に終戦連絡事務局横浜事務局長の鈴木久万を呼び出し、三件を 連合軍の支配下に置き、制限解除までは英語を公用語とする、司法権を連合軍に属させ、違反者は軍事裁判に回され、極刑もあり得る、日本円は廃止、BA を日本法廷通貨とするの、事実上直接軍政を導入することを示唆した三つの、条項の履行を要求する、いわゆる三布告を通告した。茂光は大井外務大臣。 終戦連絡中央事務局長官、岡崎勝浦の再三の要請で、布告は表現を多少改められて、直接軍政は一応は撤回されたが、立山氏が9月3日から7日にかけて、軍政下に置かれた。この三布告をめぐるやりとりが、マーシャルの日本での最初の仕事となった。間もなく、連合国軍最高司令官総司令部の組織整備が行われ、 マッカーサーとサザランドの地位は不変だったが、GHQ と南西太平洋方面軍が同居していた名残で参謀次長の役目が二分されることとなり、マーシャルが南西太平洋方面軍部門の参謀次長となって GHQ 部門の参謀次長には、オーストラリアからマッカーサー一行に加わったステファン・チェンバリン少将が就任した。12月に入り、かねてから、 不倫問題を抱え、健康も優れなかったサザランドが参謀長を辞して、アメリカに帰国すると、その後任として、マーシャルがマッカーサーの参謀長となった。しかし、この頃には、コートニー・ホイットニーら新しい世代の人物が対等してきたこともあって、参謀長として、特に目立った再刊を振るう場面は、あまりなかった。翌1946年5月、マーシャルは母校である、 バージニア軍学校校長のポジションを打診され、内諾し、日本を離れた。ホイットニーは、マーシャルについて、マーシャルはサザランドほど権威があるわけでもないし、積極的なタイプでもなく、むしろ不愛想ではあったが、それが彼の性格であったと回想している。マーシャルは1946年11月30日に、少々の地位で陸軍を退役し、以降は、 バージニア軍学校の第七大校長として1952年6月までその地位にあった。離任の際、マーシャルはワシントン・アンドリー大学から法学博士の名誉学位を授与された。また、ハリー・エストルーマン大統領からはフィリピンの経済調査を行うベルミッション担当の無人諸大人的な副官に任ぜられた。バージニア軍学校校長としての最後の年、 マーシャルはバージニア州から様々な便宜を図られた。第二次世界大戦終結後、マーシャルはバージニア軍学校から10万ドルから60万ドルほどの基金の供与を受け、これを元手に6年間で受け入れる士官候補生の数を300名から950名に拡大し、軍事面のみならず、非軍事面の教育も充実された。士官候補生の増加に伴って、 教員の数も増加し、人員増加に伴う新たな弊社も建設され、これはマーシャルの在任中に完成した。1952年、マーシャルは脳血管障害を患って公的な活動からは引退し、以降はフロリダ州で引退生活を過ごした。1973年8月3日、マーシャルはフロリダ州フォートローダーテールで死去。 78歳没。アーリントン国立墓地第7区画に埋葬され、同じ第7区画には弟のサンジュリアンも埋葬されている。マーシャルの軍歴の中における受賞歴は第一次世界大戦での功績で、シルバースターを授与され、第二次世界大戦では、主君十字章、陸軍主君章及び2個のオークリーフクラスターが授けられた。また、 フランスからは、レジオンドヌール勲章オフィシエ、オランダからは、オラニエ・ナッサウ勲章グランドオフィサー、フィリピンからは、主勲聖章とオークリーフクラスターがそれぞれ授与された。マンチェスター P318 などでの故障、バターンボーイズなどの故障もある。この日の未明に、創作第16連隊がマニラに到達している。ありがとうございます。